はね、ストレスはたまるかたまらないかでいうと人間やから絶対たまってると思うけど、だからといってそれがストレスかどうかも自分では分かってないけど、けど、だからそれこそ、舞台ばっかり集中してて、なんかちょっと疲れてきたりとかしたら逆に音楽のことを考える。すごいね、いいなって思う、このやり方。うん、音楽で発散する、本当に。とか買い物するとかやけど、まあ、最近でも音楽とかかな、割と。うん。そう。なあ、変な感じや、もう終わったってツアーが。ねえ。てか、一方的に割と俺話しましたけど。っていうかさ、みんなさ、どんな曲が聴きたいとかあるん？例えば。じゃあ、こんなん裕也君に歌ってほしいですみたいな。それカバーとかじゃなくてさ、こういう曲がいいみたいな。みんなってどういう音楽が好きなん？普段。いや、もちろん俺のね、曲は聴いてくれてるし、それは嬉しいけど、で、僕以外でとかさ、ジャンル的にはさ、ドステカランピアノ、ヒップホップ、ピアノを使っている曲。レゲエね、うん。クリス、アランビ、ジャズ、ミュージカル、ソウル。あ、でも結構、ちょっと待ってね。はい、はい、どうぞ。書いていってよ。読んでるよ、俺全部。じゃあさ、OK。じゃあさ、R&B、ヒップホップ率やっぱ高いね。でもロックも結構多いね。で、ロックで言うとさ、みんなロックってさ、ロックってでもいろんなロックがあるわけやん。何が、どういうロックが好きなの？シュンくん。シュンくん。出た、シュン。S 対 H 対 UN。エアロスミス。A ちゃん。コールドプレイ。あ、ビートルズ。ビーズ。バラバラやね、みんな。パンクね、うん、ボンジョビ、うん、ビーズ、ワンオク、うん、ワンオクはかっこいいよね。ビーズね、ビーズってどういう曲好きなんですか？スパエアね、スパエアもすごい流行ってますね、最近ね。ホルモン、おお、来たね。あるんですか、どういう曲好きとか。まあ、知らないものもあるかもしれない。ウルトラソウル来たよ。もう、ビーズのウルトラソウルといえばさ、いいともやねんけど、俺的に。アデルね。ビーズは今まで8000万枚合計で売ってるらしいですよ。でも。すごいね。でもそう考えると、やっぱロックとかの率に比べたら、やっぱまだ日本ってやっぱ R&B とか特にヒップホップなんて全然根付いてないよね。これ本当に狭い世界やなってすごい思いますね。やっぱロックとかに比べたら、まだまだ。うん。なんか。まあだからね、俺は、なんか、いろいろやりたいけどさ、まあ、R&B ヒップホップやってもあんま固まりたくない。いろんなサウンドのものをやりたい。R&B ヒップホップにしても。まあ、特にさ、まあ、なあ、ほんま最近歌って踊るってもうすげえ当たり前になってきたと思うねんやん。みんな歌って踊るアーティストの方好きな方多いと思うんですね。まあ、もちろん俺自体が歌って踊るからさ。
けど歌って踊るってもうめっちゃもはや普通やん。歌えるのはまあもちろん歌手だから当たり前でも踊れることももうほぼ当たり前になってきた時代だと思うんですね。できっとこれが10年前やったら踊ってるだけで珍しかったと思うけど、今となってはさ、まあアイドルはそうよ、アイドルもそうやしさ、アーティストの方でもさ、最近はもうさ、楽器じゃなくてそれをダンスを武器としてやってる方もすごい多いわけじゃないですか。ただその中でどうやって松下優也を出していくかっていうところが俺やっぱ大事やと思うし、やっぱでもやっぱ歌って踊る人たちのさ、やっぱリスペクトの先っていうか原点の先ってマイケル・ジャクソンが多いと思うんですね。俺もそうやし。けど、マイケルと、いや、マイケル好きやで、マイケルの曲も好きやし、パフォーマンスもめっちゃ好きやけど、ただマイケルと同じ道をたどろうとして、まあ無理やけどさ、それはさ、けどマイケルと同じようなことをやろうとしても、それはその時代に良かったものであって、今の時代にいいものではないと思うわけよ。マイケルが昔やったことは、今の時代に見ても色あせてはないけど、今の時代の人たちがやるものではないと思うわけよ。そう、なんか難しいけどさ、だから俺はなんかいろいろと探していきたいし、だからライブとかはもっとただ単にダンスを踊るだけじゃなくて、なんかライブ自体をもっと楽しめるものにしたいし、そうね。なんか難しいよね。本当に難しいと思うけど、でもまあまあ、でも俺はね、徐々に自分のこういうビジョンっていうものやっぱ基本的にずっとあるから、そこに向かって、そのビジョンが常に一緒ってわけじゃないよ。もちろんそういうこういうのをやりたいっていう時期によってもいろいろ変わってくるけど、でもいろいろだからこそやっていきたいし、ただ本当にいい、もうさっきも言ったようにいいものはいいっていうスタンスでいろいろ、なんか本当にね、やっていきたいしね、本当に。ね、まあ頑張りますよ。まあとりあえずでもね、まず私のホストちゃんの敬語がやっと僕も参加し始めたんで、ちょっと俺過激になります。今日も過激になってたんですよ。そう。まあだから。楽しみにしててください。来る方は頑張るんで。そして、アニバーサリーライブもね、大阪、そして恵比寿リキッドルームも、追加公演も決まってるし、こちらの方も、また、自分のなんか音楽的に溜まってるものをまたそこで出せたらなって思うので、26日ビッグキャットで、まあ、まだ先の話ですけどね、あと27、28リキッドルーム来てください。絶対来てね。そう。いやー、楽しみやね。いや、30分延長してみんな遅い時間までありがとうございます、本当に。明日も仕事とか学校の方多いと思いますが、頑張ってくださいね。俺も頑張ります。ね。まあ一緒に頑張りましょうよ。ありがとうございます。なんか言いたいことあれば書いてくださいよ、コメント。いつも歌ってるし、なんかちょっと軽く歌いましょうか、なんかね。何歌ってほしいですか？最後に。